なんかちょっとバラバラだったね、ちょっとね。ちょっと心がまだ通じ合ってないね。ちょっとまだ通じ合ってなかったかもしれないけど。でも、あやめ先輩は船長と、これからどんどん心の距離を、ちょっと待って、大丈夫か大丈夫か、歌って踊ってない、ちょっとしんどく心の距離を縮めるためにひろきを呼んでくれたんですもんね。ちょっと無理しない、大丈夫大丈夫。でも、これやっぱり姉妹でしょ。ちょっと似てるかもね。何ちょっと離れるんだ。でもね、本当に今日は来てくれてありがとうございます。なんだよ、かわいい。お前が呼んだんだろ。逃げるな、逃げんじゃねえ。やめてください、すいません。